もういいよ。どうも、2月4日サンシャイン7でお会いしたお客様、お久しぶりです。また初めてご覧になる方、はじめまして、相方のひろしです。そして自分、磯島みひろって言います。磯島くんって呼んでいただいて OK です。まず趣味なんですけど、3つあります。1つ目、トランプマジック。そして2つ目、オリジナルの作詞作曲たまにやってます。そして3つ目、ボディメイク。写真の方ちょっと用意しましたので、少し見ていてください。こんなような感じです。90キロから70キロに増減しました。体を鍛えたりすると何がいいかっていうと、考え方も変わったり、また、人生の方がパーッとすごく明るい方に、いい方向に変わりました。なんで、自分の夢は、自分と出会った方、またそのマッチョ29を見た方とかが、あ、出会ってよかったな、見てよかったな、で見ることによってすごく人生が変わりました、いい方向に変わりましたって言っていただけるような人間になりたいなと思ってますので、よろしくお願いします。では今度、体の紹介に行きたいと思います。ではまず一周したいと思います。このような感じで体の方成り立ってます。体がこのようになってます。サイドチェスト、フロントダブルバイセップマスキュラー。はい、では最後、趣味であるトランプマジックで締めたいと思います。では皆さん、ご清聴ありがとうございまっちょー、バイバイ。22歳、菊池翔也と申します。よろしくお願いいたします。トレーニング歴は4年とちょっとで、家でフリーウェイトを使ったトレーニングやチューブや自重を使ってトレーニングをしています。僕自身、見た目だけで怖いと言われることがたくさんあり、本当はみんなと仲良くなりたいなと思っているのに、見た目だけで敬遠されがちです。そこで皆さんに、マッチョは怖くないんだよということをお伝えできたらなと思っております。あと、特技っていうことではないんですが、指パッチンが人より大きい音が出せます。ここで一つちょっと小技やってみたいと思います。以上です。あと最後に3つだけポージングをして終わりたいと思います。まだまだこれからもでかくなるつもりですので、よろしくお願いいたします。はじめまして、佐藤祐樹と申します。よろしくお願いします。自分はですね、今栄養士の資格の勉強をしながら、マッチョになろうと目指しています。頑張ってます。筋肉アピールということなんですけど、まだトレーニング歴がそろそろ10ヶ月ってことになります。今はよいしょ、お腹もちょっとブヨブヨで、腹筋も全然割れてないんですけど、よっ、自分はなんでこう筋トレを始めたかっていう話をさせていただきますと、その栄養学とかを学んでいくにつれて、その運動、休養、栄養っていうこの3つのことをちゃんと見直せば、誰でも体は変えられると、変えたいっていう意思があれば誰にでも体は変えられるんだぞということを目指しています。それで自分の唯一の特技といえば、もう料理なんですけれども、そうですね、運動ってか筋トレと同じぐらい料理は好きですね。得意な料理は親子丼と、あとパスタですね。適当に作れます。はい、味には自信があります。どうか皆さん、よろしくお願いします。では皆さん、本戦で会いましょう。バイバイ。マッチョ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 、なんでマッチョ。橋本健太と申します。年は21歳、筋トレ歴は2年。皆さん、突然ですが、マッチョじゃんけんというものをご存知ですか？今から説明しますので見ていてください。これがグー、これがチョキ、そしてこれがパーです。それでは皆さん、マッチョじゃんけんをしてお別れしましょう。最初はグー、じゃんけんポ。皆さんに会えるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。
マッチョ29新メンバーオーディション候補者の高橋直人です。トレーニング歴は、大体5年間やってまして、昨年の、関東オープンメンズフィジークで優勝することができました。マッチョ29に入ったら、筋肉を通じて、人を笑顔にしていきたいと思います。よろしくお願いします。マッチョ、初めまして、こんにちは。田中裕太です。18歳高校3年生です。現役スイマーです。筋トレ歴はまだ半年で、自重トレーニングしかしたことがない筋トレ初心者ですが、これからどんどんでっかくなるように頑張るので、応援よろしくお願いします。っちょチャーム筋肉は10年間の水泳で鍛え上げてきた。三頭筋です。まだまだ筋肉も小さいマッチョの卵ですが、これからどん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 でっかくなっていく伸びしろマッチョです。よろしくお願いします。出場者一般応募枠の吉田光です。僕は唯一ですね、去年も本戦まで出場させていただいたメンバーとなっております。落ちてから本当ずっと1年間悔しかったですね。やっぱりその悔しさを力に変えてですね、いろんな活動をしてまいりました。まあ、筋トレはもちろんやってきましたし、まあ、今 YouTube 光フィットネスっていう名前で YouTube やらせてもらったりとか、東海地方で毎週放送されている番組ですね、今出演させていただいたりと、それでもですね、本当にもこのマッチョ29オーディションをきっかけでいろいろやろうと思ったことなので、本当に感謝しております。本番当日2月26日はですね、まあ、僕にしかないそのマッチョ以外の何かっていうものをですね、お見せできたらいいなと本番思っております。本戦頑張りマッチョ。マッチョ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 